ジャンプ流体感カラー作画。
Thank you.
ジャンプ流電信お宝資料大公開。はい、皆さんこんにちは。ハイキューファンの皆さん、お久しぶりです。漫画志望者の方はじめまして。私、カラスノ高校ハイキュー部女子マネージャー本田清子ことですね、週刊少年ジャンプ編集部ハイキュー担当本田と申します。こんにちは。こんな格好してるんでね、いつも変態だと思われてるんですけれども、私実は漫画編集でして、はい、今日はですね、古舘先生に代わりまして、ハイキューの、原稿ですとかカラーですとか一つ一つ説明させていただきます。よろしくお願いします。まずはこちら、ハイキューの、連載会議の時に提出した1話目のネームになります。1話目の見開きのカラーなんていうのは右左逆方向で、多分かなり読み込んでる方には新鮮な絵なんじゃないかなというふうには思いますけれども、このようにただ見てみると、ほとんど今の掲載された1話目、出来上がった1話目と変わらない状態のネームになっていますね。ただここにたどり着くまではなかなか長い道のりがありまして、一番最初に読み切りを載せて、で連載ネームを作り始めてから1年間何度も何度も提出した上で出来上がったのが、皆さんがご覧になっているこのハイキューのネームです。ずっとこだわって考えてたのは主人公である日向ですね。読み切りバージョン一番最初は例えば背が高かったりだとか、例えばバレーボールの本当に初心者だったりとか、逆にただ下手くそなだけだったりとか、まあいろいろとその日向のキャラクターっていう千差万別、いろいろ試行錯誤があったんですけれども、とにかく主人公のキャラクターをいかに魅力的にしていくのか、でその魅力的にしたキャラクターというのをどういうふうにその物語の中で転がしながら読者の方に見ていただくのかっていうのをずっと試行錯誤し続けた1年間だったなというのは、横から見てて思いました。現在のネームとそして完成原稿の方をご用意させていただきました。ここを詰めるだったりとか、ここを大きくするっていう、その最初のネームの段階からこう修正するっていう指示書きのまま原稿に入ることの方が最近は多いので、それを見比べると完成版としてどうだったのかっていうのがちょっと面白く見れると思います。ここが×になっていて、ここ台になってますね。そうすると実際の原稿だと確かにこの西の矢のカットだけが大きくなって、天童のカットも若干大きくなっているという風なのが見てると思います。先生の中ではどうかわからないんですけれども、打ち合わせではなんとなくこちらに行きたいねという方向性はありますけれども、その明確に決めているということはそんなにないですね。特にバレーボールってローテーションのスポーツなので、その活躍するキャラクターもそのローテーションに左右されますから、その場の展開によってやっぱどん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 話が転がっていってしまうんですね。そのキャラクターが前に出てきたりとか、点数がこっち加算でいったりとかっていうことが増えていくと、もう後輩になるにつれてやっぱり最初イメージしていた形とは当然違うことになってくる。これはまた本当の試合みたいだと思うんですけれども、まあ、その中でそれを丁寧に一つ一つすくい取っていくと、走り抜けると5セット終わってて3セット終わってて、ようやく試合の終了にたどり着いたと。で多分勝ち負け関わらず、試合が終わった時に一番ホッとして一番終わったと思ってるのは、多分キャラクターと同時に多分古舘先生なんだろうなっていうのは見てて思いますね。続いてこちらからご用意させていただいたのは、まあ配球お好きな方、読んでいただいている方だったら懐かしい思い出にある、あの名シーンと言われるような昔の原稿をいくつかピックアップさせていただきました。とにかくグリ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 頭の中でカメラを動かして、一番かっこいい場所というかアングルであるとか動きの一瞬っていうのを探し続けるっていうふうには言っていました。皆さん取材って、その写真を撮って資料写真を撮ってっていうのを取材って、確かにその通りなんですけれども、一緒に取材ってるとどちらかというと先生ってその裏側のその人がどういうふうに動いているのかだったりとか、戦う前の選手がどういう仕草でどういう会話をしているのか、終わった後はどういうふうな流れで退場してどういうふうな会話をしているのかとか、どちらかというとその人間をずっと見てるというか、
実際目の前でその負けたチームが円陣組んでたりとか最後話してるところを、ここは申し訳ないなと思いながら先生がそうって後ろについて、ずっとそれを聞いてるとかっていう取材もずっとやってましたね。カラーを描くこと自体はとてもお好きで、そのできるのがたくさんやりたいというふうなタイプなんですけれども、まあ、例えばこれだったら白を基調にして、かなり色味を大胆に配色したカラーで、例えば右側でしたら、かなりザラついた髪の質感を生かしていったりとか、そうですね、にじみとかもうまく使用し、あの利用したカラーで、まあ、それぞれにそれぞれのやっぱりその特徴があって目論みがあってっていうところをぜひ見ていただければなというふうに思います。じゃあ最後はおまけコーナーじゃないですけれども、漫画志望者の方というよりか廃業好きな方が、多分喜んでいただけるかとかなと、こちらはいつもホームページだとかツイッターだとかで、載っけている落書きですね。落書きの、ごく一部になります。もう一番最初やっぱりお客様に喜んでいただきたいね、もっと楽しんでいただきたいねっていうので始めた鉛筆書きの本当にサービスカットみたいなものだったんですけれども、書いてみたら案外、先生も楽しめたし僕も楽しかったので、もう今となってはどんどん恒例になっていって、ツイッターとかでも毎回コミックスとかが発売とか何かがあるたびに、上げているという恒例行事みたいになりましたけれども、ただもうとにかくもう先生もこれ書くのすごい楽しんでいるんです。原稿忙しいのにっていうか、これ書く暇あったら本当にもっと原稿をやりたいだろうに、でもこれもやる、でもあれもやる、それもやるって、それで結局忙しくなっちゃうんですけれども、でもこういうふうな一つ一つの、絵を描くことによってやっぱり読者の方に喜んでもらったりとか自分自身も楽しんだりとかっていうやっぱ回路があるから多分面白い漫画を描けるんだろうなと担当としては横から見ていて思う、そんな感じのツイッターの落書きでございます。もうどんどんあるんですよ。これからも頑張ってジャンプに乗っけていきますんで、これからも配球ぜひ応援してください。よろしくお願いします。あと先生にいろいろ応援いつもありがとうございます。僕からちゃんとお伝えしているので、これからも応援よろしくお願いします。